神社。割り客のつかないお茶子がいたと、まあ、ちょっとスナックというか遊郭があったのかなというような感じですね。ちょっと行ってみます。はい、というわけで前にね、遊郭があって、78軒あって、220人のそういう、女性の働く、ね、女性の方がいたということです。全国遊郭案内には尾道市遊郭とされておりと、八幡神社ちょっとなんか雰囲気がありますね。今日はこんな感じですね。なんかちょっとね、三宮のような感じですね。三宮の裏側、なんかちょっと雰囲気似てますね。まあその当時の面影ってのはないんですけど、飲み屋街がでかいですね。はい、こんな感じでございました。
スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。